2020年10月6日で北海道胆振東部地震は2年を迎えます。10月5日北海道厚真町では献花台などが設けられ、遺族や町民が花を手向け手を合わせています。新型コロナウイルス感染防止のため、式典を大幅に短縮し、人数を制限して追悼式が行われまして、宮坂昭一郎町長が追悼の辞を次の通り述べました。人生が突然閉ざされた無常やご遺族の無念さを思うと悲しみがこみ上げてきます。犠牲になった方々から託された郷土厚真を再生し、必ずや苦難を乗り越えていきます。2年の歳月が流れる中、基幹産業の農業は順調に復旧が進んでいますが、犠牲となった皆さんのことは一時も農利を離れることはありません。中心より哀悼の誠を捧げますと述べました。被害が大きかった厚真、向川、安平町の3町では、8月末時点で243世帯496人がトレーラーハウスや仮設住宅などで暮らしておられます。仮設住宅は2年間の入居期間が10月下旬以降順次終わり、町が整備した災害公営住宅などに移り住まれます。犠牲者は41人、負傷者は681人、重傷15人、軽傷674人。住宅被害は全壊が186棟、半壊が539棟、一部破損が5034棟など甚大な被害をもたらしました。北海道胆振東部地震は北海道胆振地方中東部を震央として発生した地震でした。地震の規模はマグニチュード 6.7、 震源の深さは 37km、 最大震度は震度階級で最も高い震度7で、北海道では初めて観測されました。気象庁は当日、この地震を平成30年北海道胆振東部地震と命名しています。この地震では多くの外国人旅行客も被災しているのですが、シンガポール人の写真家が被災後に以下のメッセージを投稿され、話題になっていました。9月6日午後3時ごろ、北海道を大地震が襲った。その時はまだ新千歳空港がほぼ2日間閉鎖されるなんて予想もしてなかったよ。電力も水道も止まっていたから、警察官が交通整理を始めて、消防署は被害を調べ始めていた。初日の夜には焼き鳥屋さんが美味しい食事を提供してくれた。白いご飯がこんなに美味しいものだとは思わなかった。物資を求めてお店には長蛇の列ができていたけど、日本人はみんな整然と列に並んで辛抱強く待ち続けていたよ。翌日の午前中には電力が再開、ホテルが提供してくれたカレーは人生で最高のものだった。日本に滞在していた2週間で日本は台風と震災によって甚大な被害を受けた。だけど電力が再開するまでのスピードは驚くべきものだった。被災者たちを助ける準備も十二分にされていた。特筆すべき点は何といっても日本人の落ち着きぶり、忍耐力、そして公徳を重んじて守ろうとする精神性だろう。日本のメディアは被害の大きさばかり報じて煽っていたけど、被災地には落ち着きと人間性の偉大さを証明する光景があった。そのことをみんなとシェアしたくてこのメッセージを投稿したんだ。読んでくれてどうもありがとう。以上になります。混乱が起きてもおかしくないほどの災害の中でも秩序を保った被災者の方々、その姿に感動と称賛の声が殺到していました。私の感想は動画の最後に掲載します。海外の反応。災害時でもポジティブな思考をして、かつ常に謙虚な姿勢を貫く、それが日本人の国民性なんだ。ポジティブな思考と謙虚な姿勢、シンガポール人が日本人から学ばなければいけない点だ。日本人には大変な時にこそ助け合おうっていう精神がある。そして日本ほど災害に備えてる国は他にない。敬礼。逆境に直面した時の日本人の力強さがありありとわかるね。ちょっとしたことでトラウマを抱えてしまう俺たちとは大違いだわ。パニックが起こりかねない状況でも落ち着いている。これは日本人の特性と言ってもいいだろうね。日本人の高い民度やその精神性には
感銘を受けざるを得ない、規律のレベルは非常に高いのさらに上に日本人があるからな。日本人の民度の高さは DNA レベルのものなんだよきっと。みんなも日本人の姿を目に焼き付けておけよ。日本人の底力を甘く見ちゃいけない。日本が燦然と輝き続けているのにもちゃんと理由があるんだよ。日本人のスピリッツ、それは俺が常に敬意を抱き続けている対象だ。さすが日本だから、日本が一番大好きな国です。なんで日本人は特定の地域だけじゃなくて全員が同じように振る舞えるんだろう。本当に見事としか言いようがないよ。日本人から学べることは数えきれないくらいある。マナーも気遣いも法を遵守する姿勢も何もかも。日本の人たちにどうしても伝えたい。あなたたちは世界から最大の敬意を受けるに値する国民です。私の感想、災害に慣れているから最良な行動を取れるって言いますが、これまで大災害に見舞われた経験のない人もいたでしょう。なのに大災害が起きても経験者のように対処できるってのはすごいことだと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。